Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masuri Japan.Asia is one.Myohyang-san, North Korea.In j a p a n e s e アジアは一つという話をいたします。北朝鮮の m y 山を例に挙げてそれを考えてみます。その前にこの日本とまあ朝鮮半島の関係を見ていただきたんですけども、右の方が日本です。 で、左が朝鮮半島ですね。で、十二見ていきます。えー、ここが、ああ、宇佐神宮ですね。太宰府、天満宮、そして西都原。この三社をつなぎ、つなぎますと。ええー。宇佐神宮、それからあ、あの、あの。 ダダイフは270まにしです。それかサイトバルは真南にあります。で、B の長さはですね、A の長さは B の長さのちょうど2倍です。誤差はですね、サイトバルの取り方によりますけども100メートル以内です。そして出雲大社、伊勢神宮ですね。で、伊勢い、い大社とサイトバル、いずも大社と伊勢神宮の誤差はもうありませんね。 1 0 0ル以下ですねあの上手に取れば3 0ル以内になりますそしてこの伊勢神宮から真西270度に行ったところに沖ノ島があります沖ノ島からは卑弥呼の財宝が2万点以上ですか見つかっていますそしてここの角度がですね、えーまあ、今言いましたように真,真西270度ですねそしてこのサイトバル太宰府それから沖ノ島を結んだ線 とですねあまあこれ今平行線を示しているわけですけどもこの2本の線は当然平行ですねあのそれから三角形あの出雲それから太宰府サイトバルトそれからあの出雲サイトバル伊勢神宮のつなぐ線の三角形は掃除形ですであの下へまっすぐ行きますとこれはノースクロスポイントチャイナを通って、えーであの チョンドゥルですね、あ生徒行きます。三世帯遺跡で有名なチェンドい行きます。上行きますと、エブベリー行きます。 でこの右の線はまっすぐあのサイトバルから伊勢神宮を通っていきますと、ナスカ行きます。あ二見コシ神社のあの本殿の屋根を貫いて行きますね、まっすぐと。でからあの今言いましたように東、えー、西の方行きますと、コイ山があり、妙ョ山があるということです。これはあの韓国のコイ山ですね。この近くに仏国寺がありますし、石仏もあります。あのでこの サイトバルからを通りますと、これはままっすす。ぐ北極へ行きます、えー、このように非常に幾何学的にです、ね、明らかに計算されていますね。さらに伊勢神宮から無辺城だろうへ行くんですけども比叡山と高野山の間をです、ね、正確に二等分線した線があの無辺城だろうへと向かいます。 そしてあの小屋さんとあのそこの交点と結んだ線がクロスポイントジャパンに行くとこういう関係ですねあのちょっと右の右上の方見にくいかもしれませんけれども伊勢比営 高野山そしてクロスポイントですね、はあの正確なダイヤモンド、その中心を通っていくと、あモヘンジョダルへ行くということです。これが明火山不賢寺ですね。北朝鮮でも最も、なんてますんあす仏教の、まあ、仏教のメッカですね。北朝鮮、まあ、今はあの共産主義国家になりましたけれども、仏教のメッカです。これは明火山です。で、明火山がいかに重要かということはですね、ここからあナスカに線を引いてみれば分かるんですね。これは林宏のナスカ理論です。 で、ずっと引いていきます。<laughs> あまあ、ちょっとあの、もう真ん中の見にくいかもしれませんけど、線ですね。ずっとたどっていきます。あのそうしますと、やがてナスカをやっていきます。あティオテワカの近くを通ってナスカへやっていきます。ここがナスカなんですけども、ナスカに同じ線が見つかれば、あ明火山は非常に重要な拠点ということになるわけです。ありますんですね、それが。あのこのプラットフォーム。 このプラットフォームですね。今、緯度経度を示しておきましたので見てください。このプラットフォームの、まあ、これはあの南北が逆になってますけども、右端の方を上の南の方にあの線がまっすぐと重なりますね。えー、もう一回見てください。左、あのプラットフォームの下端ですねを通って、この矢印のところです。まっすぐと南へと線がつながっていくわけです。このように、このアジアもですね、まあ、あのー、 サイトバル、セカラウサ、ダダイフを起点としてですね、あの非常にこう複雑、有機的につながっているということです。まあ、このように世界は,日本,はです、ね、日本のみな世界はですね、えー、それぞれの線で結ばれている。誰が結んだかといえば当然人間ではありませんね。我々が神と呼ぶところの宇宙エイリアンです。ということで、まあ、アイデアは一つということを今日は話させていただきました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!